おはようございます。起きました。起きたけど起きた瞬間汗ちょっとこれマジちょっと動けません。マジ起きた瞬間やで。起きた瞬間もう布団から出るのやめたもん。めちゃめちゃ顔がむくんでる。いつも？いつもか？最高！天気は微妙いっすね。微妙いっすね。あ、朝ごはんどこで食べるよ。いや。ここでしようかな。嬉しい。優雅な朝を迎えたいと思います。あ、あ、おはようございます。じゃあいただきます。おおすごい。お金持ちの朝ごはんです。いただきます。え、これ先パン焼くべきかな。いや、このタイプでさ、パン焼いたことないねんけど。パン焼けてんのかな。めちゃめちゃ熱い。激熱なんやけど。あっつ、あっつ、めっちゃ焦げてる。めちゃめちゃ焦げてる。こっち見て、こっち。ちょうどいい、こしてるで、これは。絶対に。オムレツをいただきましょう。いや、じゃあ。おお。え、まじほんまに初めてこんな美味しいオムレツ食べたかもしれん。めっちゃ甘い。これケチャップいらないですね。普通にうまいっす。おいしい。なんか実家っぽい味がする。すみてごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい、もう秒で終わるメイク動画でーす。こちら唯一持ってきた化粧水。あ、でもこれね、まだね、自分の動画で使ってないやつを今日持ってきました。日焼け止めと化粧水で、最近ちょっと日焼けって良くないなと思ったんで、一緒になってるやつを買いました。なんかさ、こんなこうすごいホテルにさ泊まらせていただいたら、なんかもうこれがすごいの基準になってるぞ。怖いよ怖いよ。これはディオールのプレステージホワイト UV シアグロです。で、クッションハンデ。なんかこうやってなんかどっか行くときは基本もうこういうポーチに適当に入れてます。で、めっちゃちょっと最低限の、てか時間、キャリーケースを普通に半分以上開けてきて忘れ物ないなって思ってたんですけど、普通にアイロン忘れた。髪の毛終わり。もうこのまま行きたいと思います。でもめっちゃ基本荷物少ないから何も忘れてないかなと思って。しかもなんか友達とかと旅行行った時、なんかアイロンなんか友達持ってきてくれるかなっていう、最低なんやけど。めっちゃ思ってます。もうベース動画終わりです。詳しいメイク動画はうちの動画見てください。バリ宣伝します。ハイライト、ズーシーの中国のコスメです。なんかこれを買った時期にニュースでめっちゃ中国からなんか種が送られてくるみたいなニュースがめっちゃあって、でさ、家帰ってさ、自分でこれ注文してたの忘れてたからさ、やばい、中国から種届いてんけどどうしようと思ってずっと開けてやる。そしたら普通に
そうそう、自分で頼んだめちゃめちゃ可愛いハイライトでした。アイシャドウもめっちゃ適当。ジェルライナーはセザンヌとかキャンメイクのやつがおすすめです。で最近ビューラーを買い替えました。資生堂のやつにしてみた。まつげはアナスイの下地とマスカラを使います。今からちょっと大阪をねぶらりしてきます。でも次の動画か次の次の動画かさっき上がってるか分かんないんですけど、それもぜひ見てください。じゃあうちね一番心配なのがさ今日踊るんですよ。でもなんかこうやってこんなやつよし、アイライン引いてリップ塗ったら終わりです。かわいい、それで完成です。はい、ではちょっと美容で着替えたいと思います。完成です。大阪堪能していきたいと思います。最高ですね、最高の一日の始まりです。いきます。